はい、皆様こんばんは。今週も定例配信をやっていこうと思います。よろしくお願いします。今週もいつも通り、まあ、9時ぐらいから愚痴大会祝の細道やれたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それまではいつも通りの試合の様子お楽しみください。
Sonic Boom!
You lose.
Thank you.
Ready?
Bison win!
はい。お待たせしました。あれ？あ。あ。あ、すいません。じゃあお待たせしました。第42回四季の細道を始めます。なんか先週は決勝戦がバルログとバルログという素晴らしいあれだったんですけど、今週はあんまりそんなことがないような気がします。じゃあ始めちゃいますね。1回戦、浦ケニさんとネロさん。浦ケニさん？あ、出そう。あ、ごめん。あ、ワンピーツビーじゃんけんでいいですよ。はい。なんとなく。はい、じゃあ始めてください。さあ 1P 側ネロガイル、 2P 側が浦ケニさんのフェイロンですね。台足、さあショーパンで飛び込んで削って、動いたところにレッカ3発中段入れてガード、今出てれば死んでたかな。投げる、さあ2ラウンド目、あのショーパン飛び込みどうやって返すんでしょうね。ちょっと知識がないので。さあ落ち着いた立ち回りでガイルが半分ゲット。さああとソニック12削りぐらい、ガードして投げ受け身取っていない。フェイロンの軽投げはなんか取らない方がいいという説もあるので。さあゼロドット、勝ったな浦木さん。2番手、小宮さん、はい、小宮さん、プレイヤー小宮さん、さあDJ フェイロンは DJ 有利っぽいですが、あっと着地真剣もらってしまう、惜しい。さあ気を取り直して2ラウンド目、目安が、さあ
ヤスラのためはしっかりしてますね。お、投げ返し。おっと、中段に押し置き。レッグがちゃんとガードして、さあ体力5分。さあ取り返す。さあラウンド3。お、安く済ませて中足。おっと、ジャックのパナシが釣りをもらっていない。大ジャックで逃げる。差し円燃やして中段から最後はリバー差し円。さあ浦健二さん2勝目ですね。続いてニーヤーさんですね。結構勇気のいる投げ返しだった気がするんですが、昇龍拳、小足昇龍、膝が速い、めくり竜巻から大足。投げ返して投げて、さあ昇龍、歩き昇龍。続いて千本さんですね。中野でやってらっしゃる千本さんですね。波動を踏んで、波動最後で燃やす。竜巻引っかかって膝で掴んで最後はレッパー。ミドルミドル、弾振ってしまう。上から行って折り顔状態、掴んでダブルに。さあワンチャンか、チェガード元の位置に戻ってしまう。さあライトメア、体力あった時はガードできたんですが、もうしゃがない。
掴んで、おっとお手玉、足で、さあ長田投げから最後レッパー、さあ新谷さんが2勝目ですね。続いてジャマルさんのフェイロン、さあ5段もらってしまう、リカゴがきつい、鳥かごがきつい、出られない、対空レッパー、サニーヤさん3勝目ですね。さあ迎え撃つは瀬尾さん、さあニーヤさんやばい人連れてきてしまった、スピガーは瀬尾さんのベガですね。ダブルに、おっと今のすごいなんか不思議なものを見た、ヘッドプレスで裏側に着地して即ダブルに、ちょっとコマンド入力の方がよくわからないんですが後で聞いてみます。さあ刻んで投げに来たところ投げ返し、突破耐久からまた刻んで投げ、投げてオーバーは表、さあ勝利で切り返す、スラー上り中盤反応が早い、瀬尾さんが1本取り返す、お手玉で勝利とヘッドプレス相打ち、逃げ中盤、さあ溶かして、おっとちょっと早かった、中盤からナイトメア、瀬尾さんのベガなんか動きがやばいですね。さあ連勝1位のニーヤさんを瀬尾さんが止めて、次は大地さん、僕大地さんはバルログ以外使ってるとこ見たことがないんですが、もうバルログ一筋、はい、ビューとかベガも使える、悩んだ末にバルログなのか、さあ一つプレイヤーはバルログを見ると、バルログを見るともう殺したくて仕方がない感じ、対空最高、メガバルログは結構難しいと思うんですが、さあ投げ、今日が始まった、おっとシャガタイパン、ちょっと早かった、最後は着地を投げ、
続いて青津さんですね。ワンピー側続いてはアオツンさんのダルシム。今日は16人参加なのでちょっと長丁場なんですが、そうですね、東西戦なんかもやってもいいかもしれない。さあ削って、サイコマジックっぽい感じ、サイコマジックっぽい感じ。これな、これ結構やばいやつですかね。あんまりなんか画面に映しちゃいけない感じの、コパン刻むタイプのサイコマジックはなんか初めて見たんですけど、なんかすごく脱出できなそう。始まるのか、始まっている。さあテレポのコマンドの音が聞こえる、テレポっぽい音が聞こえる。音は聞こえたがダルシム動けず。さあ続いてカワシムさんですね。さあ今瀬尾さんは何勝してるんですか。今3連勝中。何でもいいよ。さあ川島が選んだのはザンゲフ。さあザンギがあっという間に端に追われる。ドルだけで3分の1持っていって、さあ無理は一切しない。さあ無理は一切しない。おっと台無しが入る。ナイトメア使わせて、ダイエットからスクリュー。さあワン一発ピオはちょっと運がなかったが、スラ安定の逃げ中継からサイコアッパー、スラも入る。逃げでピオって、おっと最後リカバリーして1000点ゲットしたんですが、タッチ台形間に合わず。続いてほぼ山本さんですね。さあぼちぼちこれ誰が止めるんだ風の雰囲気になってきたんですが、ここでベガの天敵チュンリーかぶせていくスタイル。さあ今ボグダマー、さあめくりスライディングから、さあ1ラウンド取られた瞬間に相手を認識したらしい。さあこれは瀬尾さんですよ。上り台形、さあかっこいいやつ、お手玉2発して最後で反対回ってからもう一発お手玉、ゲージもたまるし、いいことずくめ。投げ、背中背中、
受け身取っている。さあ残りはドットだ。死んでなかったが踏まれておしまい。さあ次タツトシさんですね。タツトシ流めくり入ったがつながらず。さあピヨって 1,2,3 さあまずは瀬尾さんのベガが1本。上り中ピ反応が早い。割といい勝負。上から行ったが投げ食らい投げ。体力ほぼ五分からおっと。サイト目当て拾う。上は通らず。瀬尾さんのベガが超強い。さあ続いてヒカルさんですね。さあヒカルさんはバルログ。投げて上からかぶせてまた投げる。投げる。投げをやめない。投げを全部通していく。三角さあしゃがみ大パンでバルセロナ落として飛んだところお手玉。置き技がうますぎる。次はミヤさんですね。ミヤさんはワンピー側は、この方も今回初めて来てくれましたミヤさんですね。選んだキャラクターはガイル。さあしゃがみくらいから3ヒット入れて。投げられる。さあ垂直はサマーにももしかしたら勝てるんですかね。さすがにそんなことはないような気がするんですが。ふわふわしながらゲージを貯める。ソニック踏んで。ミドルから最後はシマがパンタイク。瀬尾さんが止まらない。次はセロテープさんですね。頑張っていきます。さあここでセロテープさんの緑色の残儀です。
さあ、瀬尾くんのベがね、かなり強いです。さあ、カニカニ。さあ、あのカニ中キックと大キックと混ぜながらね、ランギ側、なんとか、お、これはあるぞ。さあ、あと一発。お、タッチ中キック。さあ、瀬尾くんバックジャンプ、うん、バックジャンプでしょうかね。さあ、セロさんが、さあ、ベガさん、ベガ戦かなりやってますからね。さあ、これは死んだ。さあ、ここまで8連勝していた瀬尾くん、なかなか強いベガでしたね。さあ、ベガ戦は得意だと。さあ、ここで登場はペコさん。さあ、最近 X 剣を練習し始めているそうで、さあ、ザンギ戦ね、かなり難しいですね、剣はね。竜と違って波動でね、こうダウンしてくれたりしないんでね。さあ、しかし差し合いはやっぱりうまいですね。さあ、これ S 剣と違う技が、残機戦にはかなり有効な技がありまして、起き上がり投げる。やっぱりね、昇竜の読み合いになるんでね、残機が結構何もしないっていうタイプも結構あるんですよね。すると剣側の投げが通る。何もしないですね。さあ、スクリー入って、さあ、起き上がり対応し、あ、昇竜高めかと思いきや繋がっている。今あれですか、暗いラブラリーですか。さあ、それね。さあ、ちょっと前に歩いていたように見えたが、中キックから中盤昇竜全部入ってしまう。さあ、次が、次は誰だ、ネロさん。さあ、ネロガイル。さあ、今の試合で、あーっていう悲鳴が聞こえましたね。やってまいりました、ネロガイル。さあ、結構ノージアイでね、ペコさんを練習相手にこうやってましたね。ソニックもかなり速くなってきましたし、龍拳戦ですね、かなり上達してきていると思います。さあ、うまい。今の前、微妙な前でしたが、さあ、溜まっている。さあ、勝利吐かせて血は刺さらない。さあ、我慢している。いいよ。さあ、ソニック、さあ、打たず、おお、うまいですね。いいですね、今のジャックソニックね。さあ、ソニック重ねずに、さあ、ちゃんと見てましたね。球の打ち合いは剣戦はなんとかいけますね。さあ、あの処理難しいですね、剣の竜巻の処理。さあ、ガイルはその画面端に行ってからが、ガイルの真骨頂ですね。さあ、ダイヤ食らう。さあ、投げつかみにはいかずに、読み合いをやりたがっているペコさん。おかしなトップスピンで裏回りを狙ったが、ここはちょっと遠かった。さあ、竜巻ね、うまいんですよ。スケンでも使ってきますよ。おお、バックジャンプ大キック、あれはスケンの技ですね。さあ、3ラウンド目。剣でね、結構歩きライアシに行くと、なんか鎌とかナタみたいなのバケたりすることが結構多いんで、結構あれ難しいですね。あれにキャンセル波動とかやろうとすると
左足中とかになって、まあでもごまかして、ね、隙が少ないんで使えるんです。さあミキさん画面端ですが、なんとかソニックで増大して飛んでくるのを期待しているが、剣は飛んでこない。さあ飛んできた、これやっと今の判断は、さあ時間がないぞ。おーっと前ジャンプライパン、やはりところどころにね、S 剣の技が混ざってますね、なんかね。さあ次が、女性2人目、本日初登場コグーさんの、2キャラ目も DJ かな。さあコグーさん、悟空さん、悟空さんになってますね。初参加はですね、悟空さんこれね、コグーです、コグー。あーコグーさん何もできずに501点ですね。おっとダイスラ体育、おっなんと大ジャック刺さったが、さあうまい、今のうまい、いい扉、あージャックが出ないな、なぜかマシンガン、あー読まれている。ここはペコさん待っていましたね。さあ初勝利ならず。さあ次は裏ケニさん、クレジットお願いします。さあ裏ケニさんの2キャラ目はなんじゃらーな。あまだ1キャラ目か、 DJ。 さあ裏ケニさんの DJ、 さあ伊藤カラーですね。SK にはなかった膝をガンガン使っていく。さあうまい、さあ球の打ち合いはなんとか。さあいやージャック波動クラスでしたね。勝利を重ねて、ナイスね。さあこの波動のね、画面端の鳥かごきついんですよね、剣。なんか剣の鳥かごはね、きついんですよね、DJ。抜けづらい。うまい。さあここはワンチャン。もうガード。投げに行ったところ勝利ですね。さあこの画面端、おっと。これは、その前のジャンプをね、ペコさんが落とせなかったのが敗因でしょうか。さあ、ジャンプライキック。これは S 剣ではないので、相打ちになっちゃいますね。さあ、読みは鋭くて、DJ のね、ジャンプライキック減りますね。一発でもね、ジャンプライキックがポーンと当たるとかなり減るんで、投げで受け身取られるよりね、全然減りますから。さあ画面端は DJ きついんで抜けたいところ、そうですね。さあこの辺の打ち合いはいいですよ、 DJ は別に何も損することありません。さあ4、あー飛んでしまう、これは。ああ、球の散らし方がね、うまいっすね、ペコさんね。さあ次が、千本くん。
さあ中野勢の千本ホークですね。さあ千本くんのホークは、かなりやれます。さあといっても龍拳戦はちょっときついか。めくりガードから、ああレッパー。さあここはペコさんの経験値が上回っているのか。さあめくりガードしたか。うまい、あの一文字強いですね。あー近づけない、弾きに行ったが前の外、これはワンチャンあるあー今の終わったな。おっと今何かの技の出かかりを吸いました。さあ一回昇竜だったみたいですね。昇竜出際を台風んーと。さあペコ X 剣が4連勝。さあここで、お茶丸くん、お茶丸くんの、なんとダルシム。さあ剣戦はワンチャンで殺されることかなりありますが、さあ対空間違えなければそこそこいけます。あーこれはあれね、ピヨッチャーですよね一発で。そう大パンはね、そうですそうです、飛びが見えたらスライディングが全部勝ちますね。あっちょっと近いか。さあ今インフェルノを入れていたようだが出なかったと。さあペコさん5連勝。ここでニーアーさんが、おっとなんと剣を赤い剣でかぶせてきましたねあペコさん6連勝ですね。さあキャラの違いを見せつけてやるよと。あしかし新谷さん得意の膝蹴りがこれできないですね。つかみなんかいらねえと強いさあペコさんが遠い目をしている。さあ昇竜返した、めくり竜巻から。さあ昇竜吐かせた、安定の大パン。さあペコさんが取り返して、ニーヤさんが S 剣です、ペコさんが X 剣。さあいつもと逆ですよ。押しているのはニーヤさんのイスケン普段と逆ですよ。ロケッティアをなんと X 剣のペコさんが使っていきましたね。今ニーヤさん知ってますね、あの S 剣の強いジャンプダイキックね、あれ昇竜で落ちないところ。さあ差し返した、うまい。なんとダイヤシャ、あーっと波動出なかった、あっ熱いぞこれは。どうする、しかし劣化がある。今昇竜を入れていたみたいですけど、もしあれ中昇竜かなんか出てれば抜けて当たっていなかったみたいですね。さあペコさんが7連勝かな。さあこれ登場は大地さん、
スタッフさんですねの、バルログ。あ、じゃあそろそろセロさんに変わります。川島さん、ありがとうございました。さあ、大地さんのバルログが、おっと、スラが入って、これどうなる、爪が入って、おっと、上からいった。対空から三角は昇竜拳めくって膝早い膝。さあ頑張って取った1ラウンドもはめて取った1ラウンドも、さあガンチャでピョラして、ちょっと安かったが投げ返し、エラーにワントビー。さあペコさんが8連勝で1位に並びましたね。続いて青ツンさん、青ツンさんのツンリー、試合から3列離していく。さあ必要な中足、さあ烈破体育、さあ一発圏内対ワンチャン圏内、前列はガード。さあ球踏んで投げ、時間が足りた。1ラウンド目取ったのは青津。球打ちからファーストヒットは青津。ガード垂直対空から、さあ完全に剣をコントロールしている。対空相打ち、さあ次のチャージも終わって残り時間もない。さあ今の打撃は結構でかいが、最後は戦列。ペコさん8勝1位タイでストップですね。さあペコさんを止めた青津に川島の DJ。 受け身取ってジャック、めくりはガード、対空から中パン中パン投げ投げ、対空、おっとこれは漏れた形か。さあ自信を持って投げに行ったところを DJ で投げられて、まず川島1本高対空、下段下段下段から飛行拳、さあ投げて連勝。さあゲージが立ってちょっと安かったが、
どうする。スパコンも使ってしまう。ジャックは空振り、頭踏んで体力ほぼ5分、スパコンで無理やり脱出して、戦列さあお互いスパコンは削りに使っていく感じ。さあまたスパコンが溜まっている。なんか景気のいいラウンド。さあ動けない。最後は百列に触って青津2連勝。さあ山本さんですね。いや変えていいんだよ。山本さんが選ぶのは、お、竜、剣、お、竜、剣、剣。山本さんの剣はあんまり見たことがないですね。竜かチュンリーかといった感じなんですが、おっと S 剣。悪魔、そうですね。ちょっと合気を選んでるっぽかったんですが、合気ではありません。さあ有名な藤沼コンボを食らいまして、1ラウンド目は青津。空投げ、元気元気く、オーラパンチ、漏れてる。さあ使わせたはいいがちょっと時間が足らないか。最後は空投げ、続いて 2P 側は辰俊さんの竜ですね。ライヤシン、壁まで持っていったが逆に投げられる。さあゼロドットあった。ワンピー側は闘魂さんではなくて青ツンさんですね。同じ色ですが青ツンさんです。三段ピヨル寄らせて最後は投げる。すごいヘリ。さあついで、ヒカルさんですね。ヒカルさんは最近始めた竜で
バルムグはキャラ性能が高いのは分かったけれども、ちょっとやってて面白くないということで竜を始めたらしいんですが、さあ使い勝手の違うキャラクターで、戦列ガード林、背中切りガード、さあ真空どう使っていくのか、竜巻、さあ時間が、最後のスピリング当たってましたがゲージ減らず、林遠目からのジャンプでなんか着地ダイヤシュを置くのが、戦列重ねて真空竜巻、あっと差し返しもらって、最後の飛びも昇竜拳が出ていればといったところなんですが、勝ったのはオツン。さあ 2P 側はミヤさんですね。さあおっと投げピオ、サマーが出る、ダイヤシャ入って、まだ諦めていない、最後は中足、球の打ち合いでまだファーストヒットはないんですが、壁に詰めたのはチュンリーの方、戦列は球を抜けず、まずため直しですね。さあチャージして背中蹴りから出してみた、おっと最後は小手当たって青ツン、さあここで今連勝数1の青瀬尾さんですね。2周目はチュンリー、さあ 2P 側が瀬尾さん、白いのが瀬尾さんのチュンリーですね、青いのが青津のチュンリー、投げて、ダウンして2回刻んで投げ、そうですね 2P 側瀬尾さんですね、投げる、
投げる、中段入れて、さあ飛行を見てから戦列、飛行は球がでかいんですがちゃんと抜けてきましたね。さあ次セロテープさんですね。こんばんは、マイクありました。こんばんは、山本です。次は 1P がセロテープさんですね。はい、2P が、セオさんのチュンリー。チュンリー残り戦僕まるで分かってないんですけど、はい、ふにゃふにゃ画面端から脱出しました。おっと戦列が当たったが、カツ当たり、そうですね、しっかりジャンプを対空で落とせてますね。そこは大事みたいなんですけど、距離感が分かんないですね。おっと垂直ジャンプ、ザンギ側を、あーっと戦列、ザンギ側は確実にチュンリーの飛びを落とせるない間合いがあるみたいで、怪しいところでチュンリー側は飛んでいくみたいな。でチュンリーも怪しいところがあって、確実に飛びを落とさないと危ないと。ガードよりは、飛びは落としていく、相打ちでもいいから飛びは落としていく、今みたいに、空対空で飛んだところを落としていくという流れみたいなんですが、言ってる前にやっぱ瀬尾さんが押してますね。チュンリーが踏んでしまう、最後はずかずかと歩き投げ、素晴らしい。続きまして、ネロさんですね。はい、続きまして、1P 側がネロガイルさん、野ガイルさん、XWESTでしたっけ、で、活躍しておられました女性チームですね。はい、おっと、ハイマックソニックに弦合わせていく、ああいう直径ってやつですね。ソニックより気候が速いように見えるんですが、おっと戦列もう溜まっている、うわー、怪しい飛びですね。今飛び込みから踏んでもう一度バックジャンプして蹴りと、ちょっと解説が全然間に合いませんね。冒険とソニックを打ち合っているが負けてない、より貢献の方が工事が長いはずなんですが、隙あらば、ゲージが溜まったら、はい、ゲージが溜まったら戦列をソニックに合わせていく感じですかね。おっ、また近づいて投げ、おっとガード間に合う、ガイル早いですね、ソニックの後ガードできるまでが、戦列をガードできたが、またこの打ち合いのスタイルになってしまう。時間もない、あと3カウント、ガイルはなんとかしたいが、あっと逃げ切り、チュンリー逃げ切り、さすがですね。続きまして悟空さん、悟空さん、パチスロヤじゃございません、悟空さん、あれ新宿かどうかのでしたよね、昔あったような気がします。雑誌とかによく載ってた感じの、今あるかどうか知らないですけど、いやいやいや、はい、悟空さんの DJ、 悟空さん今日初参加ですね、四季の細道。正体は謎ですが、ちょっと現場でも
マスクかぶってるんで顔は見えないんですが、謎の DJ 使いということで、おスライディングが刺さる。ちょっとだいぶやる気で、今日だいぶ練習してましたからね。おっとピヨってしまった。ボン戦列客、あれはしょうがないですね。ピヨったらゲージありましたね。前に歩いてないですね。こう本場で打ってますね。ゲージためのために打ってる感じですかね。届いっ、おっと戦列ガードできた。ナイスガードですかね。 DJ も硬直に近いのかな。エアスラなどガードが間に合いましたね。で戦列もう一回溜まってると、おっとまさかのマシンガン第一。今回は戦列食らってしまう。続いて、ウラケニーさん、さあキャラ何を選択するのでしょうか。おっとまた DJ、 また DJ、 ウラケニー DJ ということで、あまり見たことないですね、この方の DJ は。そうですね、X ゲーマーズさんありがとうございます。合ってます合ってます。あー全部もらってしまった。でもこれあれですよね、100% 死ぬことは、体力奪うことはないんで切り直しが効くんですよね。ただ7割持ってかれちゃう、7割から8割持ってかれちゃうコンボなんで、最近の格闘ゲームとちょっと違って、ね、今後つながればつながるほど体力がもりもり減っていくゲームなんで。スライディングを刺したが2-1-0。おっと時間切れ、あの体力差はどうにもならないですね。タイミングが上手いですね、本当。おっと最後は投げ、いや素晴らしい。続きまして千本さん、あれ千本さんも式の細道初参加ですかね、もしかして。はい、わざわざ遠いところから来ていただいてありがとうございます。はい、手がですね、おっと何もしない、おっと完全に戦列、百列の間テンションのためは作ってましたね。止めれるかどうかなんですよね、飛び込みに対して。ひらひら飛びますが中足引っかかってしまう。受けそうですね。レバチッキーってどうなんですか。チッキーの有利な気がするんですけど、そうですね。いやいや大丈夫です大丈夫です。そうですね、怖い警察の方に俺も注意受けてしまう。そうですか、明らかに順利有利上と言われております。でも結構今ベガあれですね、押してましたよね相当。やっぱりやっぱお二人仲間勢なんで、いやお互いやってるのかなっていうところもありますよね。うん、ね、ここに映らない。おっとナイトメア素晴らしい、弦に刺さっていって、さあ3本目は瀬尾さんもそういえば先ほどね
目が使ってましたんで、おっとピヨッター、うわー弱足刻んで、ベガの立ち弱足って確か目押しじゃないんですよね。目押しじゃなくて連打で繋がるんですよね、ベガの立ち弱足って。目押しなんですかね、ちょっとわかんないですけど、なんか連打で繋がる的な話を聞いたんで、マジっすかみたいなね。続きまして、2P が裏ケニーバルログですね。裏ケニーさんバルログ、あーごめんなさい、お茶丸バルログさん間違えました、何も見てなかったです。ジャマルさんのバルログ、エクセストで大活躍してましたね。三立てとかしてましたけど、やっぱバルログ強いっすからね、キャラなのかプレイヤーなのかっていうところ。ベガなすすべないのか、ベガなすすべないのか、ベガ耐久ないですからね。無敵も重ねられるともうナイトメアで逃げるしかないのかなってところ。ちょっとなすすべがないのか、一矢報いて、あー残念、一矢報いてが爪に刺さってしまう。続きましてニーヤさん、あ、ニーヤさんベガ、なんか今日ベガ流行ってますね、ちょっとニーヤベガ、ちょっと今のセモさんのベガのね、敵を取るぞと言わんばかりの、俺は違うんだぞというところをね、見せていただきたい。おっと、逆になってしまったが、3発入れた、早々に使ってしまいましたけど、あ、固めで早々にナイトメアを使ってしまいましたけど、ちゃんと後の展開も考えてたようで。おっと爪を踏んだ、怪しい踏み方しましたね今。爪踏んでもダメージにならないだろうみたいなちょっとね謎なんですけど、空中で3発入れてきますね。ここでテラーが出た、テラー2発だが、お、大好きなモードに、裏か表かの2択モードに入ってしまった。やっぱアナルマにとどめさせたいですね。うん、強サイコフリーヒットですね。うまいことやっぱあれですよね、バルセロナとスカイハイクローをね使い分けていくという。だがまた画面端、さっきと同じパターンだ。おっと最後ヘッドプレス、これは逃げられない、これを逃げる術はない。続きましてペコさん、あーごめんなさい、大地さん先ですね。大地さんもバルログ、バルログ続きますね。バルログ対ベガの絵面しか流れてませんが、ちょっとあれですね、どっちが有利かっていうと多分圧倒的にバルログが有利な組み合わせな気がするんですけど、どうですかね、会場の皆さん教えていただきたい、そんな気がします。バルログ圧倒的に有利な組み合わせですね、言わないと僕がやられるみたいな。はい、あ、本当ですか、その警察の方を想像した上で話せと、ベガを語れと。なるほどなるほど、わかりました、なるほどなるほど、わかりました。それほどベガも分かってないし、それほどそのプレイヤーの方も分かってないんですけど、僕はどうしたらいいでしょう。おっと、インテル間に投げで今沈みましたね。これやっぱバルログ有利な組み合わせだと思いますが、おっと大最高で逃げた、だがホバガードされてしまう。
おっと危ない、おっ曲げた、最後ちょっと怪しい感じしましたが、最後の中段食らうか食らわないかみたいなお互いに投げた感じですけど、ベガの方が早かったみたいですね。続きましてペッコ剣ですね。ペコさんなんか X 剣最近使ってますね。いやー膝、やっぱ X 剣といえば膝ですよね。しかしなんかうまいこと昇竜が引っ掛けに行かない。あ、昇竜出てなかったですね。そういえばペコさんといえば勝利で引っ掛けるイメージなんですけど、おっとノーガード、そして膝、おっとこれがやりたいだけなのか、もしかして膝の後に膝で殺してその後に空中という、さっきからこの絵面をよく見るんですが、やっぱり膝、ベガは膝逃げる術が少ないですからね。おっと、しかし最後食らってしまい、おっとまさかの、素晴らしいですね今、表かと思わせて裏で昇竜、多分投げ返しを入れるしかなかったであろうベガとしては。はい、ペコさんが1周目、はいはい、1周目8勝で1位でということで、ペコさんは、暫定1位なのでここまでということで、じゃあ決勝ということで8勝同士のセオペココンビで、セオペコ対決でコンビじゃないです、失礼いたしました。で、2P がペコさん、1P が瀬尾さんですね。ファイナルですね。どうします、このまま入ります、このまま入ります。あ、死んでますね。ちょっと待ってくださいね、クレジット入れちゃいます。三先、はい、じゃあファイナル、1P 1P 側、瀬尾さんのベガ、 2P 側、ペコさんの剣、あれまたあれですね、ベガ剣対決みたいな形で、スリーポイントルールということでね。ちょっとさっきのペコさん大味だった気がするんですが、まあ、結果勝ってますけど、あと勝利引っかかる、お、めくりからヒット確認的なやつですね今の、素晴らしい。やっぱ X 剣弱キャラといえども爆発力がありますからね、一発はでかいですね。そして膝、ちょっとダブル2が食い込みすぎた、でも2回で外れた、相当連打してますよね多分。おっと地獄ん風車、地獄車、まあな謎の空中投げで、あーっとナイトメア逃げれなかった。だいぶ慎重ですよね、僕は。ペガのタッチジャックパン、やっぱり対空にすると頼りになりますね。コバ、めくりが当たってしまう。ダブル2。おっと、コバ、すかしたが、剣動けなかった。竜巻でめくって、あー削り、最高で削りガードしてしまった。1本目は
瀬尾さんのベガ。はい、2本目ですね。頑張っていきましょう。お、今度はメゴさんが開幕からめくり側のヒット確認を。ベガがめくり側どうか分かんないのかな、これ多分怪しいところで言ってるんでしょうね。おっと今膝に行ったっぽい。膝逃げたんですがまた膝。おっと瀬尾ベガもなかなか飛ばない。飛んだら昇竜で落とされる。うおすごい、4発決まって最後カマですね。繋がってはいませんでしたが動いたところで、2本目はペコさんですね、取りました。そして3本目、お、色を変えてきた感じですかね。色を変えて気持ちを変えてっていうね、大事です。瀬尾はクレイジーテクニックスを持ってます。あー、テクニカル、クレイジーなテクニック持ってる。そうですね、トリッキーな感じですからね、ちょっとね、ここぞってとこ。ただこれはおっとまたヒット確認、死んでしまった。3本目ペコさんが取りました。リーチですが、このまま瀬尾さんも引き下がるわけにいかない。ホバーを竜巻でかわしたがベガのパンチの方が早かった。負け。そうですね、ベガ投げが非常に広いですからね。足は出さない。勝利にダブル2を刺して、単純にね、弱勝利何回か出されるね、ドラゴンダンス、いわゆるドラゴンダンスっていうのをねされるだけでもだいぶベガ側としてはきついと思うんで、膝に行ったが逃げた、うまいこと引っ掛けて勝利をめくってダブルに。オバーもガード、おっと大足払い。さあ、ペコさんがリーチかけました。さあどうなる、竜巻。ジャックパンは冷静に、ジャックパンとベアも冷静にしゃがみパンチで起こしたが、お互いこれめくりが見えない感じですね。ペコさんもあんまり勝利権出さないですね、お気に入り。あ、無敵じゃないから。おっとホバーが刺さって、4本目は瀬尾さんが取りました。で、ファイナルですね、本当に最後ですね、これが。お互いすごいですね、精神的にが戦いの領域入ってきましたね。意外と冷静な感じですね、お二方。なんとか昇竜拳を引っ掛けようと、あっとヒット確認が入ったがピョらない。しかし昇竜削り2発削れるんですよね。強いですね昇竜拳。おっとしかしカニでピョってしまう。おっとベガ10割コンボ的な、恐ろしい。本当のファイナルですね、両者1-1でイーブンです。まあ、おっと今大会初ブータ使うの、ダイヤシを見た気がしますね。しかし飛びを見逃さない、ジャンプ中盤で落としていく。画面端、おっダブルに来るのか、来ない。最後はダブルにで削り、はい、瀬尾さんのベガ優勝でございます。お疲れ様でした。ちょっと勝利者インタビューをちょっといただきたいと思います。おめでとうございます瀬尾さん。最後だいぶ危ない面もありましたが、
無事勝利を収めたということで、なんかポイントかなんかあれば教えていただきたいと思います。もうよくわかんない、勢いだけですか。いやそうは見えなかったんですけど、いやー瀬尾さん初優勝ですかね、もしかして初参加ですよね。あーそうですね、よくお会いしてるんであんまり初参加な気がしなかったんですけど、いやー本当今日はありがとうございました。参加ありがとうございます。優勝おめでとうございます。また機会があればよろしくお願いいたします。またの試合もねありますので楽しんでいてください。それでは皆さん、本日の式の細道、42回ですね、優勝は瀬尾さんの、ベガということで幕を閉じたいと思います。ありがとうございました。はい、すいません、来週ですね8月27日の日曜日、デートナ式の、定例の X 大会がありますので、夜20時から、開催されますので、もし、可能な方はご参加ください。8月27日曜日20時からですね、20時半ですね、ごめんなさい、20時30分ですね、月1の大会でございます。お時間よろしい方参加をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、あとでデータのホームページですよね、ツイッター、滝場さんのね、ですね、ホームページの方にも記載していただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。のじあいまだ配信続きますので、のじあい台見てください。はい、ありがとうございました。失礼いたします。
We'll be right back.
Thank you.
ああこんばんは、今週も23時になりましたので配信の方はここで終了したいと思います。今週も長い時間夜遅くまでありがとうございました。また来週も、同じ時間に放送いたしますのでよろしくお願いいたします。では皆様お疲れ様でした。失礼いたします。